はい。100日間生きたまにですね、これ。あの、映画のポスターです。200円で買いました。ちなみにこれは、あの、A4 サイズで、なんですけど、これがもし、あの、B2 サイズなら、あの、1500円で買うことができるそうです。なんですけど、これ、あの、2021年の7月9日に始まりました。で、この映画、あの、ライバルは、鬼滅の刃。無限列車編が、あの、ライバルになると。 まあ、作った人は言ってましたね。で、去年の3月、この、100日間生きた、あ、いや100日越しのワニとしてあ、すごいなんかネットで人気があって、あの、ワニが死んだ直後まではなんかすっごい人気があったんですけど、ただそこからが悪かったんですよ。まあ、電通っていう会社がちょっとなんかあの、まあ、お金儲けに走りすぎちゃったなっていう感じですね。あの、この主人公のワニが、ワニが死んだ1時間20分後に、 書籍が出るとか、カフェをオープンするとか、映画も作るとか、まあ、そういうことをもう言っちゃったんで、なんかちょっとしらけちゃったんですよね、あの周りが。で、あの、まあ、全く間に人気がなくなってしまって、でも、まあ、映画の、まあ、カフェはすぐ潰れたんですけど、なんか100日後潰れるカフェみたいな感じで、本当に、もう、すぐ潰れちゃったんですけど、 映画も、もうやめちゃったらよかったのに、まあやめずに頑張ったというか、まあ、ちなみにライベルは、ライバルは鬼滅の刃の無限列車編を、まあライバルにすると。まあ、要するになんかエヴァンゲリオン、エ,エヴァンゲリオンなんかは、まあ、目じゃないよみたいな言い方をしてたんですよ。で、あの、結果どうなったかというと、まあ、書いてみました。あの、鬼滅の刃の初日、あの、もう、あ、 100話にはまだ映画上映中なんで、あのー、初の、もうお互いに初日だけでやりたいということ,でことにしましたね。で、鬼滅の刃の初日の売り上げは12億6768万円です。で、最終的には401億3000万円の売り上げを出しました。エヴァンゲリオンはまだ上映中なんで、これも初日だけにしますけど、8億277万円売り上げたそうです。で、 肝心の100ワニ、100の初日の売り上げは500万円です。あのー、まあ、鬼滅の刃、まあ、ライバルは鬼滅の刃と言ってたんですけど、まあ、まだ、ま,だま,だまだ、まだ、あの、100、100日後、100日間生きたワニはまだ、あの、映画途中なんで、これから盛り返して、まあ、鬼滅の刃にどこまで迫れるのか、まあ、頑張ってほしいなと、まあ、思ってはいるんですけど、 まあ、難しいですね。あの、何が難しいかというと、例えばあの、まあ、沖縄では、上映してる、あの、映画館は1個しかありません。しかもあの、9時50分から10時50分の1日1回きりです。で、しかもなんかあの、まあ、映画、なんかあの、ネットとかで見ると、上映時間60分じゃなくて、あの、上映時間、 懲役60分。なんか超液60分っていう表現もなかなか笑えるなと思ってたんですけど、なんか体感時間は4時間とか、なんか、まあ、面白さは、なんか失敗した映画を2つ並べて、失敗した作品 A と失敗した作品 B を足して10で割った面白さとか、なんかまあ結構、あれかまあ、ボロカス書かれてるんですけど、まあただ、まあ作、まあ映画配給会社は、まあなんか、 鬼滅の刃をライバルにするっていうから、まあ、この鬼滅の刃の、まあ、401億3000万にどこまで迫れるのか。で、まあ、鬼滅の刃はもう海外にも、今海外でも上映して、今、あの、令和3年の7月31日現在、えっと、511億円日本円で売り上げてるそうですけど、この値にどこまで迫れるのか、まあ、楽しみにしたいと思います。